おはようございます。あかつきです。第3弾、小学校入学編を今日お話ししたいと思います。その前に、その私の時代というかね、娘が小学校時代の、まあ、障害児教育を取り囲む環境というかね、それについてお話ししたいと思います。で、当時何にもね、知りませんでしたしね、ちょうどね、インターネットがね、小学校3年ぐらいから始まったのかな、私がやりだしたのが、だからその情報も何にも今みたいにね、ネットで検索すればバーっとたくさん出てくるようなね、そういう障害児教育の情報も全くなくて、それでもと昔なんでパソコン通信でね、情報を調べまくってたんですよ。それでもなかなかないと。そういう時代なんですね。なので、まあ、いろんな親の会に入りました。入りましたって、まあ、見学だけのとこもあるけれども、そこでね、先輩方のお母さんの話を聞くと、先輩といってもね、かなり年代がかなり違って、うちの子が小学校の時にもう40代以上とかね、それくらいの先輩のお母さん方の話を聞くと、どうも昔はね、普通学級派と養護学校派っていうのが、その思想的なお母さんの対立があって、なんかものすごい戦争みたいなバトルがあったらしいんですよ。今で聞いたらちょっと考えられないようなことだけど、でそもそももっと昔になると、その、うちの子より30代40代ぐらい上のお子さんのいるお母さんの話ですと、昔はね、なんと小学校に入学するだけでバリケードで張ってね、阻止されたって言うんですよ。小学生ですよ。小学生の障害児が地域の普通学校に入学しようとするだけで、まあ、その PTA なんか先生方なんか知らんけど、バリケード張って入れないようにしたっていう、そんな人権侵害じゃないですか。今やったら考えられないんやけども、そういうことがあった時代で、それと保育園にも障害児は受け入れてもらえなかったんですって。今でも日本全国広いですからね、未だにその障害児は受け入れないっていうような地域もあるかもわからないんですけれども、まあ、大阪は今ではもうどの子もね、希望する学校に行けますけれども、当時は保育園で預かってもらえなかった。で、そのお母さん方の話聞くと、どうもね、お母さん方がその保育園に座り込みをして、それでなんか保育園に障害のある子も入れるようになったそうなんです。だから私なんかその運動いうこと自体やったことないし、そういう思想も何もなしにね、何も知らんまま、障害児の親やってたんですけれども、その、はるか昔の先輩方のその時代には、そういう壮絶なね、障害児を普通学級に入れるために、戦いがあったそうなんです。で、というのも、私が、うちの子が通ってた地域っていうのは、その、うちの子の時代には、その、統合教育の先駆的な地域としてね、まあ、どの子も地域へいう感じで、障害があってもなかっても、地域の学校に、来てくださいっていう、学校側からね、障害児がいると分かると、訪ねてきて、ぜひ地域の学校へ行ってくださいっていうようなね、働きかけがあったそうなんです。で、うちの場合はもう幼稚園、公立の幼稚園からまあ連絡が行ってましたしね、まあ、そういうのもあってスムーズに行けたわけですけれども、そういうのがあっても私はちょっと心配性なんでね、かなり入学式より事前にね、やっぱり、挨拶しに行くんですよ。どこでも小中高、全部。高校なんかね、その、1年前からアクション取りましたからね。それはまだ後ほどお話しするとして、まあ、とにかくその、就学時検診とかいう前に話に行くわけですよ。そしたら、えらい早いこと来る親やなんて注目されますけれども、やっぱりそういう統合教育の先駆的なとこなんでね、まあ、受け入れ体制は良くて、まあ、もう担当の先生もどうやら担任になってくれはる感じの人が、迎えてくれはって、まあ、大丈夫です、という感じでね、受け入れてもらえるんです。で、安心して、まあ、小学校行ったんですけれども、小学校もやっぱり波乱万丈です。まあ、1年、2年はね、すごい、まあ、若い、元気な先生に恵まれて、うちの子も、ダンスがね、ちゃんと団体ダンスができるようになったんですよ。こう、それもかなり複雑なね、なんか、今で言うと、AKB 並みになんかくるっと回って、飛んだり跳ねたりするようなね、ダンスがね、できてね、もう、すごい感激しました。ところがね、その、先生方にも、そのやっぱり、統合教育派と養護派という熾烈な戦いがあったらしく、ほんで、後に後から聞いたんですけれども、統合教育派の先生にね、ちょっと聞いたんですけれども、その、うちの子が入った翌年に、新しい教頭先生が赴任してくるんですよね。で、その先生っていうのがどうも、なんか、障害児が普通学級にいることに反対な立場なようで、養護学級に行けるようなね、タイプの先生なんですよ。ほんで、その、
統合教育派の先生に聞いてみると、あの先生ね、あの先生とやっぱり背中合わせの運動をやったっていう、まあ、対立関係にあったっていうようなことをやっぱり噂で聞いてたわけですよね。でその先生がいろいろやらかすんですよ、 うちいじめをだからうちは普通学級で普通にやっていけてるのに、なんかあの追い出そうというような、だからちょっと思想的なあの圧力があったんですね。それでちょっとまた大問題を起こすんですけれども、とりあえずあの学校の先生が二分しました。うちの子を受け入れる、受け入れようという先生と、あの、いや、あの、特殊学級にね、を作ってそこにいてもらうべきやという先生が、に分かれたそうなんです。それがなんで分かったかというと、なんかある PTA の会長が、のお子さんが、うちの子を怖がって追い出そうという話になったらしくて、それもあの、ちょっと、うちの子の味方側の先生からちょっと聞いてましてね。だから、はっきりは言えないけども、あのお母さん、あの職員会議録開示請求したらいいよってちょっと知恵つけてもらってねまあ内緒なんだけど、もう今退職してはるから大丈夫や思うんやけども、なんかいろいろ知恵つけてくれはる先生が多かったんですね。幼稚園の時もそうやし、で小学校の時もあのそういう風に聞いて、なんで急に学校の対応がね変わったんかいうようなことがね不思議で、それと3年の時の担任の先生がちょっとなんていうかな、ヒステリータイプ、なんかあのいつもキーキークラスで怒鳴り声を上げてるような先生だったんですよ。なんかもう一つやな思いながら、でもちょっと要するにも相性悪かったんです。それでなんか1年2年の時すごいもう嬉しいことばっかりやったのに、3年になったらもうなんかなんちゅう対応すんねやいうようなねことがいっぱいあったんですよ。その頃にあのなんていうのかな、そのうちの子の追い出し作戦みたいなのが始まってきたらしくて、あのすごい辛い目にたくさんありました。まあ、とにかく私もその自分の子を守らないといけないんでね、うちの子ってあの普通学級にいることが楽しいタイプなんですよ。で一人だけあの普通と違うことをされると、それがちょっとやっぱり心理的ダメージ受けるいうんかな。最初はねあの通級っていうか抽出って言ってたんで、昔その普通学級から取り出して別室で勉強するっていうことを抽出って言ってたんですけれども、まあ、あの学校の対応も冷たい先生も半分いてるし、抽出に、まあ、仕方なく応じたわけですよね。そしたらね、うちの子は首曲がってしまったんですよ。こう学校に見に行った時にね、あの普通学級から連れ出される時、抽出で向かう時に廊下をねこう、ここの首曲がったままね、足引きずりながらね、しょぼんと歩いていくんですよ。もうそれ見てもう悲しくてね、でこれはあかんと、でこれはやめてくれと、うちの子こんなにショック受けてるやないかと、まあ、重度知的障害児ですけれどもね、あの自分だけ排除されたりするのにはやっぱり敏感でね、やっぱり悲しいんですよ。なんで自分だけ追い出されるのかなって、そりゃそうですよね。学校全体でいじめられてるようなもんですからね。だからこれはあかんと。んで、あの、私あの、学校に付き添っていくようになりました。あの学校は来るな言うんやけども、そんな取り出されるよりはね、うちの子守る感じでね、あの自分で折りたたみ椅子持ってね、教室の中入ってね、うちの子横についたんですよ。ちょっと過激な親なんですけれども。だってあの私はそのうちの子に対するあの教え方の自信がありましたしね、まあ、うちの子を完璧に制御できるって言うたらちょっと誤解されるか分からんけども、まあ、あのまあ扱いがうまいというか、まあ、親やから当たり前やねんけど、まあ、あの私が横についてたらすごくおとなしいし真面目に勉強するし、で私手作り教材も作って持ってましたしね、で私がやったら完璧に授業の邪魔もせんとあのよう勉強するし、で読み書き計算もまあまあできますしね、あのうちの子重度知的障害で喋れへんけども、でそれを見せつけたわけですよね。私やったらできんのになんで他の先生はできへんねんやいう感じで、で私は自分自身が一番うまいと思ってますからね、そんなあの運動的にはねやっぱり子供に付き添ったらいけないっていう親の運動的なあの圧力があったんですけれどもね、障害児のね親の考え方として、でもそんなん言うたってその自分より下手な人に言うたくしませんやんか。だからまあ私は特殊なんですけどね、まあ自分が一番うまい思ってるから、小中まではね、そうだ小学校まではそういう考えでてたんですけれども、高校になるとやっぱりあの私の知識では全然違います。やっぱり教え方のプロの先生はあすごいなと思うようなね、あの定時制高校行ったんですけどね、あのちゃんと期末テストもあのテストも毎回ね、あのちゃんと赤点取らずにね、あの進級してあの卒業しました。それはまた後ほどね、どこまで行ったかな、あそうや、あのなんで先生が二分してるか、あの職員会議の内容をね、あの情報開示請求したんですよ。大阪府庁まで行ってそういう情報開示請求のちゃんと手続きして、まあ、職員会議録のコピーをね取り寄せたんですよ。でも案の定ね、
部分的に黒塗りしてるんですよね。これは黒塗り外せないと。でもまあ大体わかるんですよね。で、まあその PTA 会長がその、子供が怖がると、なんでそんな、障害児が普通学級にいるんやっていうようなねじ込んでるような感じの件で職員会議が開かれたらしいんですけれども、そもそもね、それもまた別の先生から聞いたんですけどね、そのお子さん自体がちょっと不登校気味で、まあ弱い面のあるお子さんらしいんですよ。で、うちの子は普通にしてたら何もしないんですけれども、いじめられたらね、やり返すタイプなんですね。まあ私もそうやな。だからそういう男子にからかわれたりしたら、その男子もバーンと突き飛ばすし、まあちょっと過剰防衛なとこがあるんですよ。体格大きいしね。で、買ってしまうし。で、そんなんが怖いとか、その子の、うちの子が何かしたわけじゃないそうなんですよ。何もしてないんやけども、そういうふうに言ってると。で、うちの子を出せと。で、自分の子供を通わすために、で、PTA 会長にもなって圧力をかけてくるという、なんか考えられないような話でしょ。ほんで、私もいろいろ、ビラみたいな、ニュースみたいなの作ってですね、なんで、健常児だと、いろいろ乱暴な面があっても、まあ、多めに見られるのに、障害児やったらなぜ完璧を求められるのかっていうようなことをね、書いて、ちょっと巻いたんですよね。あちこち置いて。まあ、そういうのもあって、うちの子の、抽出っていうのはなくなって、で、学校の先生方がローテーションでね、うちの子に付き添ってもらえるようになったんですよ。一人の先生を入って言うんじゃなしに、なんていうの、学校全体で、まあ、担任以外の先生がいてますよね。そういう先生が、日にちを交代交代でうちの子に付き添うっていうような感じですね。まあ、1日のうちに、1時間ごとに変わってたかな。それもね、障害児のタイプによったら、人がコロコロ変わるのはあんまり良くない面もあるんですけど、うちの子はそんなに、人嫌いなところがないので、まあ、どなたでも OK っていう。それでもやっぱり上手い下手の先生ありますけどね。まあ、そんな感じできました。で、6年になっても、その担任の先生が、うちの子の横に座って給食食べてくれはったりとかね。まあ、そういうのもありました。んで、小学校6年生の時になると、もううちの子もだいぶ慣れてね、運動会でも、組体操も参加させてもらってるんですよ。排除されるということがなかったですね。遠足も修学旅行でも、夏のキャンプでも、運動会も、全部参加してきてます。それでその参加の方法なんかもちょっと細かくなるんで、また次回にお話ししたいと思います。じゃあ一旦ここで切ります。